それでだまず温めんだろ。もう一回ただぶち込むと。こいつもか。とりあえず8位よ。もう、ほんといいかな。くせーとしかもジョリアーっと、まあ、あここにぶち込みの風はこぼれまくってる。この盗聴水玉茶、あれ開いてへんじゃん。あ、うまそう。このぐらい、これ3g だな。うわ、これすげえ丸まってるよ。こんな感じです。入れます。蓋をしてと、お湯をまあギンギンに注ぐってたな。泡が出るんで、泡を切ったよ。泡を蓋、うわ、何分？1分？2分？とりあえず温めんのか。これちょっとちょっとちょっと、めっちゃ温まってるよね。すぐ浴ぶぞ。ちょっと移り落ちチェックみたいな。いいじゃん。これどうすんの、これ口を捨ててくる。もういいの、いいのかな、いい、ちょっと見る、一瞬見ます。こんな感じ。もう1分ぐらい経ったやん。うわ、こぼれてるやん。なんかそれでこれをこれに注ぐ。あちちちちちあちっつってんの。最後の一滴まで注ぎ切る。はい、できたと。よし。俺一人で飲むの、この三つ目のやつもいらねえな、俺な。いらねえ。いらねえ。二つぐらいにしとく、二つ。はい、これを。色が見えねえよ。あ、そう、これ色が、色チェック用。見せ出さねっか、これな。あしゃ、ぶち捨てる。大丈夫。おお、これうまそうじゃん。とりあえず飲む。逃げえな。どうも変。
2戦目いくか。ってことこれお湯それじゃあ2発目あんまいけないんだよな。とりゃ結構入れすぎてねえよこれ。こんなもんいっか。一人飲めねえっつって。これ温めといた方がいいのかまた。あったりやった。ありゃこれあっちぞ。何分ぐらいかかるのかな。これも温めとかなきゃいけないの。絶対さこの竹がくせえよ。十分暑いよ。行くか。行こう。一分経ったら。あ、ちょちょちょ、これこれ。これ押さえんのこれ。あっちじゃあ熱いんですけど。あざあざ。あちゃくそ。二個入れなくてもいいんじゃないのか。あーこれちょっと色があるね。全然色が変わるね。これ色がね。ちょっとちょい当てちょい薄い。どうなんだろうね。飲んだろうな、チビチビな、やっぱり。これさ。絶対この竹が臭い。結構思ったよりは茶色いね。いますか。思ったより茶色いね、やっぱりね。
茶みたいな感じになってきたけど、これ量が多いのかな。どうも土器の匂いがしているような気がしょうがないんだよ。もう一発いくか。あちちあちちあちちってチャラン。ちょっと捨ててくる。ダメだ。これがさ、これが臭いんだもん。臭いよな、絶対な。最初は。じゃあそんなに美味しくねえな、やっぱりな、ような気がするな。やべえ、もういっぱいになりそうだよ。さて、行くよんと。おりゃ、さあ、これ 3戦目っていうのか。これケーキだっけ。こんな感じ、色。どうもいいかな。